どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も、プトルるブレイクアウトやっていこうと思いますルルルルルル。はい、ということでね、今日も今日とてやってまいりました、きつね狩りならぬ T7 狩りってことで、えー、本日持ってきた武器はこっちら、ね、!LPK16 スタイリッシュバージョン。これを使って、 えー今回ね、僕は T7 をしばきに行きたいと思います。僕がですね、今までにね、戦った T72 機のね、えー、RPK16 から学びを得てね、えー、作ったものになるんですが、キツネ狩りバージョンってことで、しっかりね、サプレッサーは搭載しているわけ。はい、こんな感じ。えー、基本ステータス、垂直83の水平73、エルゴノミ54の精度が50、綾野光路清高腰打ち安定度、 セックスピストルズ、有効射程125、追加ステータス、サイレン高いってことでね、えー、本日はこちらを使って、ちょっと敵をね、芝いていこうと思います。ちょっとね、僕今、緊急で動画回してて、実は、ちょっとこの後ね、予定があるので、もうさっさとね、え T7、芝いて帰りたいと思う。はい、ということでね、え弾はもちろんね、え BS 弾を詰めていますので、5層貫通します。えまずはね、ノンリコイルブーチョン。 えー、とりあえず、ま、こんな感じで、撃っていって、で、しっかりと60連リロードしてあげて、えー、リコイルしたら、ま、こんな感じっていうことで、えー、かなりね、まあ、強いんじゃないでしょうか。縦ハンドはいけるんだけどね、ちょっと横ブレが、ま、あ強いかなって感じはあるんですが、まあ、気にせずにね、えー、敵縛っていきましょう。もう5層だからね、これ。5層もこのキル速ですから、まあ、RPK16 もね、えー、かなり T7 とは相性のいい武器だと思いますので、えー、今回ね、こちらを使って、 魔女狩りやっていきましょうはい、ということでね、秒速17センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いします。今年最後のイベント、狐狩り大怪獣バトル祭り開催中ということで、ちょっと祭りなんでね、えー、しっかり T7 を縛いて、このイベントも終わりたいかなって思ってます。はい、まあ、失うかね、得るかなんで、どっちかですね、僕が T7 を失うのが先か、それともね、 僕が T7 を手に入れるのが先か。さあ、どっちなんでしょうか。えー、答えはね、神のみぞ知る。ってか、神すらも知らない。神なんてものはいない。このメンタルブレイクアウトの世界には何もいない。ってことで、始まっていきました。まずはね、赤いお注射から今回刺していこうかなと思います。はいとりあえず赤いお注射、ぶち込みタイムからの、えー、鎮痛剤パクパクタイム。ここで沸いたんだったら南部の村行くしかないっしょ。 とりあえず南部の村に来やりましょうか。さあ、コンテンツクリエイターですかっていうね、問いに対して、助かっていく。おばあちゃんが言っていた、女子だけは絶対に守るように言ってな。俺はキャリーするぜ、今回2番さんのことを。まずは T7 でね、えー、しっかりと敵を縛いて、まあ、うまうまムーブ目指しましょうか。もうワンチャン怒ってやってもいい。女子にだったら T7 ぐらい怒るぞ、俺は。 えー、一旦そっちで沸きましたか、キツネさんが。まあ、とりあえずね、南部の村から、まあ、攻め滅ぼしに行きましょうかね、まずは。ちょマジでさ、これ、体力管理が一ちゃん重要だから、まあ、そこだけはね、えー、しっかりやっておきたいんですよ。で、今回ね、95連マガジンは捨ててきた。60連マガジンにしているので、えー、かなりですね、まあ、アンパイムーブできるんじゃないでしょうか。これ、60連にすることによってね、エルゴノミクスも上がりますし、 で、重さもね、軽くなるんで、えー、かなりね、動きやすい形をね、えー、まあ再現しています。これがモサから学んだ、まあ僕の答えってわけさ、ちょっととりあえず、なんか銃声になってるんですよね。いや、非常にめんどくさい。まずはちょっとその銃声に対してね、えー、まあ行きましょうか。ちょっと近いな。結構近め。じゃあやっちゃおっか、それ。あ、いるわ、いるわ、いるわ。これもしかして人かわからん。ワンチャン人かもしんない。 大丈夫かこの足音。これ近いぞ。ちょ待って、ちょ待って。この裏とかいるんじゃなかろうか。あいつなんだあいつ普通にスカブですね。やつはスカブだったんで、一旦無視。ちょ、こっち側いるな。これ下水処理場か。めんどくさい。下水処理場大嫌いです、僕は。ちょ、マジか、いるわ。うわ、これ下水か。やですね、これ。 僕、下水一番嫌いなんだよな、このノースのマップで。ちょっと臭いんで、あんま近寄りたくないんですよね。とりあえず、まあ僕は一旦こっち側から回りましょうか。じゃあ、いや、狐もさ、その辺で湧いてるからねちょ。狐の脇ポジに行ってもいいのかもしんない。あんま下水にね、近寄るといいことないんで。で、あいつなんだ。奴は普通に人か人だね。はい、しばいておきました。対戦、ありがとうございます。 ただこいつはさ、インポスターじゃない。あいつ、あ、ま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 、はいはいはい。はいダブルしばきおいこそアメンじゃねえぞこれが、BS 弾を詰めた、この最強のなんちゃらってやつ。ちょ、待て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 。あ、しょっぱ。マジか。しょっぱすぎるこれ。ちょっと、なんでこんなしょっぱいやつしかいないの ?T7 をつけてきたらさ、僕がね、 T7 として狩られる側に回ってしまうんですよね T7 いないもん本当にえ誰本当まあ、この AKM はありがたくもらっておきましょう普通に埋め合いちょっと時間ないしまあこれぐらいにしてやってもいいかなちょ一回今この辺芝居ってあげてもうさっさとねえー、借りたいと思う僕はこれ帰ってあげてもいいですか弾うますぎはい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 、えー、ありがとうございますもう帰るか マジか。なんかいつの間にかキツネさ、沈んでたらしいわ。じゃあこの近くにいるかもね。ちょっといるくさいから、ちょっと気をつけていきましょうか。ちょその前にですね、LINE が来てたので、LINE の返信をしたいと思います。これ、返信してるときに死んだら、もうそういうこと。運がなかったってこと。さあ、LINE の返信を返したところで、ASMR のお時間です。ちょっと時間がなさすぎた。 とりあえず僕はもうケーブルカーから帰っていきたいと思う今回さすがに時間なかったわまあ本当だったらねもう少しやりたかったところではあるんだけれどもちょっと色々と立て込んでてね4月はね予定がまあ1月に3件も入ってるんで忙しいんですよ僕1ヶ月にさ3件入ることなんてないからね基本的にえまあ、とりあえずちょっと赤いお注射と青いお注射ぶっ込んであげてもう帰りましょうか もうさようなら。ありがとうございました。もうこの戦場に特に用はない。帰る。ちょっとすまん。僕ね、もう時間切れだわ、今回。ちょっとまだまだね、29分時間は残っているんですが、ただ、僕に残されたね、リアルの時間がないんですよ。だから、もうこれ帰ってあげるしかないわけさ。あとはね、道なりに進んであげて、もしね、敵がいたら、まあ、殲滅していこうと思いますけれども、まあ、通るついでにな。ただ、 もういないと思うんだよな、そんなには。多分もうこの辺にはね、いないと思ってるんですよ、勝手に。えまずはエナジードリンク、ギャル飲みタイム。しっかりとここはね、エナジードリンクを飲んであげて、体力をね、回復させて走りましょう。さあ、雨にも負けず、風にも負けず、雨が降ってて非常に見づらいし、ちょっとこれノイズなんで、帰ります。はい。一旦ちょっとこっちで止まってあげて、 で、ま、帰っていくと、なんか AKM とかもね、久しぶりに使いたいなって気はする。あ、待ってあいつなんだはい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 いま,すい,ますいます、います、いますはい、オッケーいたいたいたあ、待って待って待って絶対芝生あいつ芝生待ってマジか惜しいなんかいたけど反応できなかったちょい待ってちょい待ってちょい待ておい、やるぞこれやりますせちょ、マジで絶対芝生、あいつ。なんか逃げられたし。おい、どこにいるんだよ。あー、あいつかよくわかんないけどさ。 あっち、あ、待って待って待って、上上上上、うわあ終わった。何これもう待ってうわ、もう最悪うわ、もう最悪 !T7 でもなんでもないやつに、えや、T7! マジかこいつあれだ。ずるいやつだ。 T7 をさあ,あそこに入れてるやつだわこいつ安全ボックスに隠し持ってたやつだこれうわあそうなんですよねこいつらもうね安全ボックスに入れやがるんですよもう害悪極まりないいやちょっとマジかまあ T7 出させたのは良かったんだけどさ普通にしばかり案件僕がね失ってしまいました T7 をマイナス100万レイドバーイ 終わったわ。嘘だと言ってくれ、ほんとに。頼むから。うわ、うわ、<laughs> 敵無傷。